んにちは。最高のお弁当を作ってください。はい、準備します。お弁当、お弁当。僕の父親が鉄板焼き屋さんをずっとやってる料理人っていうのもあって、ちょっと親父のスペシャリティをオマージュしたというか、焼いた餅が入って、親父のメニュー名はジェラシーっていう名前で、焼いた餅、焼き餅みたいな、まあ、そんな感じでそれをオマージュしながらお好み焼きを焼いてご飯の上に乗っけて、これをお弁当と言っていいのかどうかがちょっとわからないんですけど、もし僕が会社員だったらっていう設定で考えると、多分お弁当作る暇ないと思うんですよね。買ってきたものを組み合わせて簡単に美味しく食べるにはどうしようかなって考えると思います。発芽玄米なんですけど、週末とかに一気に炊き上げて小分けにしてバーッと冷凍してあります。冷凍庫から取り出すと、まあ、多分会社に電子レンジぐらいはあるだろうって設定ですけど、あと前日の夜に買ってきておいた、今日はタコにしました。あのカツオがあったらカツオが良かったんです。あと薬味が大好きなんで、カイワレ、エゴマが美味しい季節なんでエゴマも持っていこうと思います。はい、料理人として忘れられない失敗は、言いたくないですけど、煮アナゴ塩わさびっていうおつまみ出すときに、煮アナゴに砂糖添えて出しちゃったことがあります。まあ、お客さんの反応を見てすぐやってもうたって思ったんで、新しいの出して許してもらいました。インド人の方が朝ごはん出してほしいって言われて、イドリっていう朝ごはんがあるんですけど、すごい難しいんですよ。なんか作りますって言って、僕の中ですごい失敗だったんですけど、でめちゃくちゃ喜んでたみたいで全然なんか違うものになっちゃったみたいで、逆にそれが美味しいって言ってたんで。言えないのもいっぱいあるんですけど、夜中スケボーをずっとやってて骨折して、松葉杖つきながらピザ焼いて営業したことです。台とか使いながらこんなって移動しながらって、いや失敗なんてめちゃくちゃありますけど、本当に駆け出しの頃に薄切りのタコを並べた上にガーリックオイルを熱々に熱したやつを、お客さんの目の前でジューってかけるやつがあるんですけど、熱々じゃないとジューが弱いから、なんかサービスの人がすごいな滑るみたいになるんで、お前ちゃんと熱くして持ってこいよって言われるんですけど、でも油って熱くしすぎると燃えるんですよ。で僕1日3回ぐらい燃やしてて、長い歴史の中でお前が一番燃やしてるぞみたいなこと、今だから笑えますけど、本当にもう当時ものすごい傷ついてました、ね、これをこんな感じで入れていきましょうか。今日はまずはオクラの炒め物と万願寺唐辛子が届いたので、京都からひよこ豆で揚げたもの。ひよこ豆はね、結構味もねしっかりするんで、小麦粉より。あとグルテンフリーじゃないですか。質問です。実は苦手な食べ物はレーズン。苦手です。給食でレーズンパンたまに出たんですけど、あれがすごい嫌いでした。エビです。エビはむしろ一番好きな食べ物だったんですけど、美味しくて食べ過ぎて自分のキャパを超えたっていう、食べ過ぎたっていう。納豆が食べられません。なんか意外とか言われて、そんなに納豆好きそうな顔なのかななんか若干腹立たしいんですけど、5年に1回ぐらいなんか誰かが食べてるのを一粒だけもらってみるんですけど、あ、やっぱ僕の人生にはいらない食べ物だな。ほぼゼロなんですけど、自分でお金払ってあんこはあんまり買わないかなでももらったら全然食べますよ。これがあのフェンネグリキですね。塩と豆で切れて、お好み焼きはね、さっくり混ぜた方がいいんですよね。みじん切りも。イカゲソせんべいみたいな。結構イタリアンって海のものと山のものを合わせたりするんで、まあ、ちょっと豚肉ソテーしたのとイカみたいな感じ。お餅もなんかちょっと溶けやすいお餅があって、日本料理屋さんで働かせてもらった時に茶碗蒸しの中にちょっとお餅が入ってるみたいなのがあって、まあ、ご飯なんでちょっとやっぱキムチがあったら美味しいかなと。ブルワーに憧れて自分のブルーパブ持ちたいなみたいな、ふわっと思ってたんですけど、働いてすぐ全然向いてへんなというか、ダメだと思ったんで、お酒を扱う仕事に就きたい、酒場だったらなんとかできるんじゃないかなと思って、お料理する方に転向しました。3点セットを、あとやっぱりわさびがあった方がいいんで、わさびをなんかお弁当バッグに詰めて持っていこうかな。これさっき100均で買ってきたんですよ、これ。質問です。はい。雑誌ブルータスの編集長になりました。どんな特集作る？特に南アジアですね。の文化とかを、あの日本にいながら伝えている人たちのなんか、まあ料理でもファッションでも何でもいいんですけど、そういう特集をやりたいかなと思いますね。推しと一緒に巡る推し酒場ツアー特集。自分が取材についていきます。まだ間に合う。
45歳からでも始めるスケボーのノウハウ。練習する場所もやっぱり意外と東京なくて、おじさんが練習しても恥ずかしくないパークがあったりとか、俺はそこの横でピザ屋さんをやるのがやっぱ夢で。特集、おいしんぼに学ぶ仕事術。おいしんぼの第何話のこの話はこういうことを言ってるみたいな、仕事に転用できるようないっぱい落ちてる漫画だなと僕は思ってるの でちょっとさっきのガランマサラ作ったのが入れて、じゃあ焼き始めましょうか。あんこ派カスタード派？間違いなくカスタードですね甘いものあんま食べません。まあ強いて言えばあんこかもしれないですね。まあ確実にあんこ派ですね。これはアルフォートですあんこ草餅好きですね。粒あん派です。根津だったか和菓子と日本酒メインでされてるお店とかありますね。クンプさんっていう。はい、あーお腹すいた。あのいつも海苔が入ってるんです。あの A4 のファイルと一緒にここに入っているんです。はいはい。調理器具無人島に一つだけ持っていくとしたら包丁。やっぱお刺身が好きなんで、魚捕まえてお刺身が食べたいんで。こういう感じの鍋1個あれば木の枝とか使っちゃいますね。餅つき器無人島あんまり行きたくないんで、エンタメ的な要素をピザが待つかね。何でもできちゃうんで、うん、楽しく暮らしそうですね。こうタコですね。こうタンパク質、まあ、マグロでもカツオでも何でもいいんですけど、薬味とお米とわさびと三陸から取り寄せてるんですけど、この三陸の海苔ってすごくこうなんか磯の香りが強い感じがして、両親とも東北出身なので東北ビーキっていうのもあるんですけど、ちょっと色もなんか緑色っぽいんですよね。海苔は4分の1に。忘れられない家庭の味は。うちのお母さん本当に料理が大好きで、すごいいろいろ作ってくれたんですけど、意外とラザニアなんです。でっかいココットみたいなやつでラザニアを焼いてくれたことがあって、それがすごい美味しくて、なんか意外とそれが自分がイタリアに住むきっかけになったのかなって、なんかちょっと最近考えて。寒い時にうちのお母さんが外で薪とかで料理作ってくれるんで、ロティパンを焼いてくれるんですけど、そのパンのね薪の香り、小松菜とかそれの炒め物、あの水牛とかもね、あの育ったりとかしてたので。たけのこご飯、両親鹿児島出身で、母方のおじいちゃんが春に家の近くの山でたけのこ取って、まあ、大量に送ってくれるんで、まあ、たけのこご飯とか若竹煮とか作ってくれて、それがすごい美味しかった。おじいちゃんおばあちゃんの家行った時は甘い醤油で。母の作ってくれてた筑前煮ですかね。3兄弟ですごい食べる兄弟だったんで、なんかものすごい量作ってましたね。お盆とかお正月とか有田焼きみたい なんかすごい派手なでっかい大皿にドカーンってその筑前煮が乗ってて、なんかごちそうだなって思ってましたね。塩麹だけで、米粉と片栗粉を半々粉でパリッとなるように。一番使うやつはターメリックとかコリアンダーとクミンと唐辛子が一番。カレーはほぼできましたね。結構簡単です。でごま乗せて、貝割れ乗せて、タコ乗せて、わさびを乗せて、あ、醤油忘れた。まあ醤油なくてもいいんですけど、それでただこって巻いて食べる。あなたのお店のようなお客様に愛される店を作るためのポイントは、お客様を愛することですね。かっこいいよ。かっこいいですね。かっこいいけど、そうですね、本当に。まあ、シェフとしてウェルカムするんじゃなくて、自然な人間としてウェルカムしてるから、それがみんな好きになってくれてるのかなと思うんですよね。お客さんに愛される店を作ろうとは全然考えていなくて、誰かのためにって意識すると、なんか置きに行く感じになるんで、僕だったらこっちの方がかっこいいと思うなっていうことを、ただひたすら積み重ねる。っていうことだと思うんですけど、正直あんまよく分かってない。まだ初めて丸2年でようやく3年目って感じで、お客さんに恵まれてるのが奇跡みたいなもんやなみたいな。うちお通し2品出してるんですけど、初めて来られるお客さんにはうちの味付けこんな感じですっていう紹介兼ねておから出したりしますね。ご飯を敷き詰めて、本当は上だけなんですけど、まあ、お弁当なんでちょっと下にも染み込むようにちょっとだけ。うちはちっちゃい時お好み焼き定食ってあったので、ご飯一緒に食べてたんですけど、まあ、まずいはずはないですよね、これこれで完成かな。よし、お米はね、めっちゃ食べるんで
これはごま油とスパイスとか。トマトはそれもうちょっと少なく入れるんですけど、今日サービスで。はい、こんな感じですよ、弁当が。ちょっとフライパンのサイズちっちゃかったです。中高6年間お弁当生活だったんですけど、なんてありがたかったんやろっていう。その中でも好きなおかずの選抜って感じですね。オールスターです。ありがたみ全然分かってなかったですね、食べてた当時は。めちゃめちゃ久しぶりに作りました。完成です。はい、僕の最高のお弁当はあのカレー弁当です。いただきます。私の最高のお弁当は母松木千恵子の弁当のオマージュ。いただきます。私の最高の弁当は、お好み焼き弁当です。いただきます。僕の最高の弁当はお刺身を乗せた手巻きおにぎりです。いただきます。シンプルなチキンカレー作ってて、横には、オークラのタルカリですね、あのトマトのアチャールで、こちらがあのサグっていうんですけど、青菜の炒め物、フェニグリックっていうスパイスで炒めております。一つずつ味見して、カレーがうまい。混ぜて食べる。おいしい。あこちらがまた万願寺唐辛子用のパコダって言うんですけど、まあ、ネパールの伝統的な揚げ方でひよこ豆と一緒に揚げるんですけど、でこれはなんか混ぜるというよりももう適当に。めちゃくちゃうまい。うまいっていうのこれはもうずるいですね。ちゃんと餅もあってジェラシーらしさもありながら、お父さんありがとうございます。足元にも及びませんね。追いつけるかどうかわかんないです。でも美味しいです。好きなものから食べるかですか。好きなものから食べます。昔は最後にしてたけど、美味しいのさっき食べた方がやっぱ美味しいですよね。うん、めちゃくちゃうまい。やっぱエゴマが結構効いてますね。わりかしタコに塩っ気があるんで、醤油つけなくても大丈夫です。チューブのわさびすごい好きなんですよ。これ自体にも塩味があるので、辛っ。ちょっと調子に乗ってつけすぎました。辛ってなるぐらいが好きです。一日だけ働いてみるならどのお店。どの店でも興味あるんですけど、まあ唯一あげるとしたらドミノピザ。勉強すること山ほどありそうじゃないですか。同じピザを扱ってるだけど、やっぱ全然ジャンルも違うし、彼らならではのやっぱプロフェッショナルのノウハウがあるから、めちゃめちゃ興味ありますね。多分今の僕はあんまりないかな。2年前にはペルーとかのレストランとかで働きたいなっていうのはあったんですよね。自分の国の方がもっとなんか深く知りたいなっていうのは今あるので。立石にあるもつ焼き屋さんの内田さん、もしかしたら一番好きな酒場なんですけど、50席ぐらいあるもつ焼き屋さんで、焼き場担当されてるお姉さんがめちゃめちゃかっこよくって、50人の焼き物を一人で全部焼くっていう。タイのチェンマイにあの僕の大好きな食堂があるんですけど、そこで働いてみたいですね。一月以上働いてみたいですね。チェンマイの食が大好きで、今まで何度となくチェンマイって街に通ってるんですけど、クラシックなチェンマイ料理の店ってのはチェンマイでも実は少なくなってきていて、そこのお店は多分古き良きチェンマイがまだ残ってるお店なんで、チェンマイ料理の真髄をどうやって作られてるかを中で見てみたい。なんかね、名前が分かんないんですよ。チャートさんのお店ってみんな呼んでるんですけど、店の名前誰も知らないんじゃないですか。最後の質問です。はい。地球最後の日、何が食べたい？最後って分かんない前提で、美味しいお寿司食べたいです。好きな棒寿司屋さんがあるんで、ヨーロッパ産ビールからの日本酒。ビールはやっぱり滋賀高原ビール、ドラフトペレールですね。お酒はシメハリツル好きなんで、やっぱ寿司かな。前祝い赤飯もいいんですけど、まあお寿司かな。魚が好きだからね。お寿司でお願いします。あのお酒をいただいて腹パンで酔っ払って寝てしまったら終わってるっていう感じにしたいですね。間違いなくお母さんのダルスープですね。そうそう。そうですね、はい、毎日食べるのでタイムトリップさせてる感じ。ギーとジンブーっていうハーブがあるんですけど、
それでテンパリングしたものがね、やっぱりその香りとその優しさがなんかやっぱりずっとその残りますね。フライドポテト、どこ行ってもフライドポテトは絶対裏切らないんで、鳥貴族行ってもどこ行ってもフライドポテト絶対食べるし絶対美味しいんで、一緒に人生を歩んできたフライドポテトを最後食べたいです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ダンニューバーツ。あ、スパイス。あら。よし。